インボイスの導入反対の立場からの視点なんですけど、国税庁のですね、職員の増加、これとですね、ちょっとインボイス反対の立場を絡めて、まずそこから議論させていただきたいと思います。私ですね、ずっと4年間、野党側のですね、筆頭理事として、この毎年ですね、国税庁の職員の増加について努力してきました。今年もですね、この業務の飛躍的拡大によって、国税庁の職員、また増加をお願いしたいと思いますけれども、大臣にちょっとまずそのご決意、ご判断をよろしくお願いします。鈴木財務金融担当大臣。私も国税局に視察をしてですね、大変現場で皆さん頑張っておられると、こういうふうに思っております。私の記憶では確か来年度も増員になるのではないかと、そういうふうに記憶しております。末松義則君。またご努力いただきたいということをお願いします。それでですね、私はインボイスの導入については反対でございまして、このルールですね、この財務金融委員会でも申し上げてきたとおりですね、中小零細のですね、この消費税免税事業者なんかですね、多大な悪影響を受けると、事務的な煩雑さとかですね、あるいは商取引からの排除という危険もあるし、そういった意味で100万人以上がですね、この廃業の危機に直面しているという報道もございます。でここでですね、私自身ですね、さらに、このインボイスの導入反対ということで、昨年ですね、できたですね、このインボイス反対の超党派議員連盟の会長も、やっているわけですけれども、また与党の中にもですね、自民党議員を含めですね、この切実なですね、中小企業の声を踏まえてですね、やっぱりインボイスについては慎重な人が議員が多いということも聞いております。でこの国税庁のですね、職員の定員増加と絡めて言うのはですね、いくらですね、国税庁の職員を増加してもですね、インボイスに関わるさまざまな調査がですね、この大変な状況になってくると、結局増員してもそちらの方にですね、取られてしまって、実際に実調率というですね、実地調査率というのがですね、を上げることに貢献しない、そこがちょっと私から見たらふざけんなという感じがするわけですね。だからぜひですね、大臣に対してですね、国税職員がそういったインボイスのですね、まだそのこれから定着するのにかなり時間もかかってですね、いろんなトラブルも出てくるわけですけれども、そういったところに国税庁の職員がですね、もうできるだけこの関わらせないようなですね、そういう措置を講じてほしいと思いますが、いかがですか。鈴木財務大臣。国税当局が行います税務調査につきましては、大口で悪質な不正計算が想定されるなど、調査必要度の高い納税者を対象としているところでありまして、これまでも請求書等の保存書類についてなどの軽微な記載事項の不足を確認するための税務調査は実施していないと、そのように承知をしております。インボイス制度導入後もこうした方針に特に変更はないと聞いております。末松義則君。ということであればですね、その制度が定着するようなところも含めてですね、そういう軽微なですね、ことについて中小事業者をですね、ある意味じゃいじめるようなですね、そういったことはこの国税庁としてもですね、そこは十分に勘案して、そういった方々に極力その面倒をかけない、ということを、ぜひお約束していただきたいと思います。これ国税庁に聞きます。国税庁星谷次長。
お答え申し上げます。国税庁といたしましては、インボイス制度について、制度の定着を図るため、調査の過程でインボイスの記載不備を把握したとしても、インボイスだけでなく、他の書類等を確認するなど、柔軟に対応していくということで考えてございます。委員長、末松義則君。そういうことであれば、極めて柔軟にですね、対応するということで、そこはですね、多くの中小事業者もですね、本当に、この安心するということだと思います。とにかく私自身はですね、インボイスの導入に反対であり、しかも延期をしてくれという立場、これはこれからも続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。